パラジビです。今日はね、琵琶湖来てます。ウィングレーシングのね、最終戦、10月の30、31と行われるんですけど、ここ、琵琶湖鯖江浜で、行います。今日はね、このゲレンデいろいろとね、ざっくり、紹介したいと思います。結構浜広いです。だいたい風はドーンから若干スタボーですね。まあドーンから若干スタボーぐらいなので、ほとんどドーンですね。近いです。下はね、まあ、砂とちょっと若干砂利も入ってるんですけど、まあ、ゲレンデ右の方は岩のところもあるんでね、その辺はちょっと気をつけたいですね。今ね、風だいたいどうでしょう、4メーターぐらいですかね。ちょっと白波出て、今日テストする、ウィングはエアラッシュ、3ウィング V2 ですね、の6平米これでいきます。あとボードはね、マンゴーの、4.77リッター、これでいきます。合わせるホイールはクジラ、1440リア220、このセッティングでね、今日この鯖江浜楽しみたいと思います。それではね、行きましょうか。いや、久しぶりのね、鯖江浜なんで、やっぱちょっと雨降ってね、水の量も増えたって言ったんで、多分出やすいと思います。いつもね、結構朝日でね、結構沖の方まで持って行ってスタートするんですけど、水温はそんなに冷たくないです。全然葉っぱでも全然いけるぐらい。あ、でも朝日ですね。結構落ち着かないとスタートできないって感じですかね。結構ね、風吹くとね、うねるんですよ。だからいいね、うねり見つけてね、うねりで、ね、遊ぶこともできますよ。なんちゃって波乗りチェックもできて、結構遊びます。腕捕まえて乗ってみました。意外とね、オンショアのうねりなんでね、つなげばね、結構ロングライディングもね、できますよ。の新しいマタドールなんですけど、それは操るね、ここ、ローカルのね、ローカスピアコの宮地君追っかけてみました。宮地君はね、 YouTube
YouTube チャンネル、宮地チャンネル、やってるんでね、ここのゲレンデの、ね、情報を得たい方はね、宮地チャンネル、ご覧になってください。こんな感じでね、久しぶりの、琵琶湖サバヤ浜楽しみました。ウィングホイール、ね、レーシング最終戦、ここ琵琶湖サバヤ浜で行われるんで、皆さん参加してみてください。